やっほー、モアケンドビのカダです。ステイケンワンドアの小田です。小田さん、聞いてほしいことがあるんですけど、はい。大変な事実が発覚しまして、はい。なんと、ナイプンのケースポーでの追加公演が、来年にあることが、もう1ヶ月前ぐらいに発表されてた。どうそんなことある、ね、どうして私の耳に入ってこなかったのでしょうかっていう。病弱すぎるよ。病弱だマジで、うん、びっくりしちゃった。うん、マジで知らんかったと思って、うん、そう。それでエナイプンケースポドームで今回のツアーフェイトの追加公演、うん、となったら行くしかないでしょうと思って、情弱のくせに来年の2月の24、25かなにあるみたいなので、まあ、またいつも通り一人で参戦してこようかなと今思ってます。わあ、いいなあ。あ、めちゃくちゃ嬉しい。そう、もうしかも私が2期を初めて見てドハマりしたのもケースポドームなので。そっか、そうだ。勝手に思い出の地として、マジ、うん、ケースポドームの思い出多いなと思うけどめちゃくちゃ楽しみ。いいなあ。うん、なんかこのツアーのさ、東京ドームに行って、うん、本当に激ハマりしたから、このツアーさ2回、その東京ドームで2回公演しか見たことなくてさ、なんていうの、あの大阪とかもさ知ってたら行ったのにみたいな感じだったからでももうこれやってもうこの2回しか見ないかなと思ってたから、うんうん、まあ、もしかしたら少し内容変わるかもしれないけど、まあ、大枠多分一緒だと思うから、あ、またあれが見れるんだ、うん、しかもケースポで見れるんだと思ったらもうめちゃくちゃ楽しみ。やばい、バイトミーの日記そうそう、またさ絶対さバイトミーの日記の話しちゃうと思うんだけど、すいません、うんうん、そうなんだよ。でもさ、2月24、25、土日にやるんだけど、はい、23日の金曜日が祝日なのよ。おー、だからなんか行きやすくていいなと思って、うん、だけどそれが故にか分からんけど飛行機がちょっと高いなっていう。あ、そう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 、あ、はあ、今から見てもこんな高いんだと思って、なんかもう取っちゃうかどうかめっちゃ迷ってる取っちゃえ取っちゃえ、どうせ行くんだからね。でもなんか今年結構飛行機さ、うん、キャンセルとか結構だからさ、ほんと飛行機ってマジでいつ取るのが正解なのか全然わからんのだけどと思って、うん、なんかホテルはすぐ取ったんだけど、はいはいはい、まあ、キャンセルもすぐできるからとりあえず取って、うん、間違いないじゃん。飛行切ってマジでいつ決済するのが正解なのか未だに本当によく分かんない。うん、うん、そう。あとの、うん、いつもさ、私はさケースポに行くときはさ大体さカンナムあたり、うん、シンノニョンあたりに泊まるんだけど、みんなケースポドーム行くときどこ泊まってんのかなと思って。うーん、意外とどこもどっからもまあまあ遠い、便利っちゃ便利だけど意外とどこも遠いっちゃ遠いよなと思って。そうだよね、まあ、カンナムでもいい方じゃない。いや、そうそう、多分いい方だと思う。うん、そう、東大門も1本だけどさ結構遠いんだよな、うんうん、ね。まあでも楽しみ。でもね、まだね全然ねチケットの詳細が出てなくって、
なのでこのチケットの詳細が出たらとうとう私も本格的にあのエンジンに入会させていただいて、新人エンジンとして活動じゃないけど新人エンジンとして生きていこうかなと思っております。また1個増えちゃうね、大変だ ね。楽しいけどね。うん、楽しいんだけどね。うん、そう。でもチケッティングも怖いな。意外と、意外とっていうか、うんうん、結構激戦じゃないね。なんかさ、このツアーの最初、去年の夏、今年の夏ぐらいに一回ケースポでやってるみたいなんだけど、その時はファンクラブで抽選があったみたいなの。ああ。そう。だからさ、今回抽選やるのかな、どうだろうと思って。なんか、クバもさ、ソウルコンの一番最初はさ、抽選があって、アンコンは抽選なしのチケッティングのみだったから、ナンプも同じように、なぜかアンコンは抽選なしになるのかなとかちょっと思ったり。そんな気がするね。ね、してて。まあ、ケースポだったら本当に最悪全然3階席でも、何の問題もないので、いいんだけど、まあでもね、まあ、少しでもいい席に入れるもんなら、入りたいなとは思うけど。楽しみ。あのさ、うん、ちょっと話変わっちゃうんだけど、うん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 。ハイブのトレーナーさんたちの動画見た？うん、まだ見てない。うん。ネタバレちょっとしてもいい？あ、どうぞどうぞ。あのトレーナーさんたちがさ、うん、歴代の練習生で、うん、優秀だった4人っていうのをあげたの。おお。それ知ってる？だからさ、これをそれをさ知らないっていうことがさ、私がこのさエナイプンのさソウルコンがさ発表されてるのをさ知らないのと同じようにさ情弱すぎるんだね。すいません。いやすごいそれが面白いっていうか、うん、納得して、うん、楽しみ。言っていい？言って言って。まずジミンちゃん、おー、ヨンジュン、はい、ニキ、はい、ユンジン、おー、全員カダさん好きと思って。本当そうだな、本当そうだ ね。全員好きだ。すごいよね、ニキすごくない？すごい、うん、うん。そこにさ日本人が入ってるって嬉しいよね。確かに本当だね、うん、すごいね。いやー楽しみ。そんな偉いポンを、うん、そう東京ドームでしか見たことないから、あ、そのケースポドームで前回見たのは1曲だけだったから、うん、わー楽しみだな、ケースポドームでコンサート見れるの。しかもさ、私もドームとこの間の KBS 歌謡祭か、うん、とサマソニかで見たらだけだけど、うんうんうん、なんかあのツアーを経てどんどん大人っぽくなってない？うん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 、ねえ。うん、やばい、超楽しみ。すごい良さそう、ケースポーね、めっちゃ良さそうだよね、うん、あの本当にその情報を得たあの昨日なんだけど、昨日マジで泣けんだもんみたいな。よかった、チケット終わってなくて。本当によかった、まだチケット終わってなくて、マジで、マジでよかった。うん。と、情報の得方をちょっと、どうにか今後考えていかないと、何も知らんやん、私。仲間もいないしね。いや、そうなんですよ。本当そうなんですよ。うん、ちょっと、誰かエンジンさん、仲良くして、情報を。本当に誰か助けてあげてください。誰か助けてください。やばい、マジで緊張してるもん。なんかチケットの
開始もさ、ちゃんと情報得れるかどうか不安だ、うん、そうだよ。ね。本当そんな感じで、来年も着々と楽しみが増えてさ。確かに。1月、その前に1月にさ、うん。なんだっけ、ビート AX? はい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 。小田さんと一緒に行く予定ですが、小田さんの推しのボーイネクストドアと、はい。えなとんが一緒に出るので、それもね。あ、楽しみ。超楽しみ。ね。うん、うんうんうん、そんな感じでちょっとあまりにも驚いて小田さんにこの話を聞いてほしかったので撮ってみました。はい、いいね、はい、行かれる方多いんじゃないかな。ねえ、うん、行かれる方多いと思いますが、2月にしようかった、そんなにもう寒くないのかな。うん、真冬よりは良さそうかな。どうだろう、まあまあ寒いかな。わあ、でも楽しみ。今年の夏にケースポでやった時、2階と3階の間の通路をトロッコじゃなくて、はいはい、歩いてなんか気がするんだよね。なんかそれが見た気がするんだよね、情弱な私も。だからマジでどこの席でも本当楽しめそう、うん、楽しみ。いいな、はい、来年の一発目のソウルコンはエナイプンで大決定といった感じで楽しみです。いいな、いいな、はい、なのでまたそれについてちょこちょこ動画を出すかもしれませんので、まあよければ次回もお付き合いくださいませ。はい、では本日はここまでにします。また次の動画でお会いしましょう。またね。またね。